昨日 TBS 系テレビの里波&指原です。こちらの番組で紹介される食生活6夜です。ちょっとお弁当食べてみようかなと思います。はい、これなんですけども、ローストビーフ寿司と肉いなりっていうの、これまあテレビで紹介されまして、はい、テレビで放映されましたローストビーフ寿司といなりってやつですね。これ990円。はい、これなんですけどね、これちょっとまあいなりと寿司、肉ですね。ローストビーフの肉、これちょっと蓋取ってみますね。はい、また。はい、これいなりね、酢飯が入ったいなりの上に軍艦状にしたのかな、あの大豆に切ったですね、サイコロ状に切ったローストビーフと、うん、あ、薄く切ったローストビーフを寿司にした一品です。8貫これはね、ローストビーフ寿司と肉いなりです。これですね、よいしょ、これか、こんな感じですね。はい、からこちらもいなりに肉が、うわ、じゃあ食べてみます。はい、これね、肉だれですね。ローストビーフ用のソースみたいなものですね。よくついてるやつですよね。はい、これですね、まあ、上からちょっとですね、垂らしてですね、ちょっととろみかかってるんで、こう優しい感じの雰囲気ですね。これ酢飯なんでボロッとこぼれちゃうんですよ、ご飯が。これはやっぱりいい状態ですね。はい、やっぱり美味しいですね、これね。やっぱり酢飯の状態もいいですしね。肉もやっぱりね、薄く切ってあるんで食べやすくて、当然グッドですね。これはもう当然です。で、こっち、いなりですね。はい、これ肉がね、厚いんですよ、これ。大きく切って、四角く切ってあるんですけど。でこれ結構持ってあるんで、上のね、この四角に切ったね、ローストビーフをだけでもつまみになると思いますね。はい、当然一口では一気には無理です。はい、当然です。具材がいっぱい入ってます。まあ肉寿司なんで、お魚生寿司と違って硬いので、何度も噛まないといけないんですよ。肉寿司ばっかり食べてると、まあ以前僕もやったんですけど、グッドです。顎は疲れます。はい。でも美味しいです。これですね。この肉を使ってですね。こうかける。こう乗せて食べるという方法もね、ありますね。